トッテナム0、1チェルシープレミアリーグ第22、イングランドプレミアリーグ第22節、トッテム対チェルシーが現地時間4日に行われた。あ、えいのチェルシーが1、0の勝利を収めた。今し、ずんのチェルシーはダゾーンで、いつでもどこでも観、視聴。1ヶ月無料お試し実施中、トッテナムでは、スノケインが負傷で離脱中。ソン・フンミやビニシウス、エンドンベレやベルフワイなどがスタメン入り。一方、チェルシーではブ・ルナーやマウント、ハドソン・オドイなどがスメンに名を連ねている。先制したのはチェル。23分、スルーパスに抜け出したベルナーがイヤーにペナルティエリア内で倒され、PK を得、この PK をジョルジーニョが決めた。トッテナム、決定機を作るも、なかなかゴールを奪うことができ、1点ビハインドで迎えた後半 AT、ソン・フンミがペナルティエリア内でボールを受け、ルー、ストスイッチ。ルーカスのドリブルは、ストされるが、こぼれ球を、ソン・フンミンがシュッと。だが、これは、クロスバーの遥か上に外れた。合わせはこのまま終了。チェルシーが1、0の勝利。ロ・ドンダービーを制したチェルシーは連勝。テナムはリーグ戦3連敗となった。得点者、24分01ジョルジーニョ、チェルシー、両。